幸せの福あめを告知に含んで、なんと笑顔の皆様にこれから始まる仕事いらっしゃい、あれて待って皆様にちょっとお見せする幸せ尽くし、ちょっと見ていただきます。さあ今年のレトは何ですか？鳥さんです。かわいい、いいですね、鳥さんです。飛躍の年でございます。さあ鳥の形を作りまして、見えますか？の大きな拍手よろしくお願いいたします。まずは広げて皆様の開運祈りましての、鳳凰が飛ぶ姿、高いから気をつけないと落ちないように。さても見えましたら大きな拍手、万万歳。夢や希望を持ちまして、最後は私が一と言いましたら、皆様も一、幸せの七でございます。あ、いや今日は八の日でございます。八、これぞ皆様無限大の幸せが広がりますように。八まで続けます。まずたまちゃんが一、そして皆さんが一、八まで来ましたら開運万々歳。それでは参ります。一、二、しゃがんでいただいてですね、まだ綱は持たなくていいですからね。私が綱を持てと言ったら、まず綱を持ってください。でも今は持たなくていいです。さあ綱を持てと言って、その後に私がこの鉄砲を鳴らします。これが始まりの合図になります。はい、というわけで今の鉄砲を鳴らして始まり、そして今年も美味しいお酒が待ってるぞ、気合入れていこう。今年こそ勝つぞ、気合い入れろ、えいえいおー、えいえい、2019年塩取り合戦綱引きを始めたいと思います。皆様まずは、しゃがんでください。綱を引っ張る方はまずしゃがんで、まだ綱は持たないでください。よろしいでしょうか。一般男子の部始めたいと思います。綱を持て、よーい、一般女子の部準備はよろしいでしょうか。逃げて足を長く持ちましょう。さあそれではいきます。綱を持て、よーい、
用意してください。さあそれでは、さあ上杉側が2勝しております。ここで子供たちが勝利して勝負が決まってしまうのでしょうか、それとも武田側が子供のごとく攻めるのでしょうか。それでは皆様始めたいと思います。塩取り合戦子供の部、砂を持て、よーい、これ以上増やさないでください。引き出の人数が増えるわけがない、ね、昨年はなんかどうやら増殖した側があったという噂があるんですけれども、場合によっては失格となります、はい、さあそれでは皆様、あ、観客の皆様今、さあそれでは平成29年塩取り合戦勝利の女神はどちらに微笑むのでしょうか。それでは始めたいと思います。綱を持て、よーい、2対2引き分けでございます今のところ。さあそれでは今回特別にもう1回勝負をしてみたいと思います。さあ今のところ引き分けでございます。平成29年塩取り合戦はどちらが栄冠を手にするのでしょうか。さあそれでは行ってみたいと思います。皆様準備の方はよろしいでしょうか。それでは、まずしゃがんでいただいてですね、まだ綱を持たないでくださいよ。さあそれでは行ってみたいと思います。平成29年塩取り合戦5回戦目、泣いても笑ってもこれが最後の勝負となります。さあまだ綱は引かないでください。綱は持たないでくださいよ。さあそれでは綱を持て、よーい、今年は阻みました。おめでとうございます。平成29年塩取り合戦は上杉川本町1丁目の勝利となりました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。さあそして4連覇なりませんでした。武田川頑張っていただきました。どうもありがとうございました。さあそれでは上杉軍の若頭の方には勝利者賞がございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは一言お願いいたします。武田軍伝統を信じてくれました。ありがとうございました。今年は
レスリーを頑張らせていただきました。